先日のコナンを見てて思い出したんだけど、昔、ある犯罪者と間違われて、任意同行されたことがある。当時は、メディアリテラシーなんてクソくらいな時代だから。速攻で、マスコミが、自宅周辺に聞き込みを始めて、私が容疑者扱いされてるのが、ご近所さんにバレた。その時のインタビューを、後日目にしたんだけど、近所の食べ物屋さんの店長が、あの人は、2日に1度はうちに来て、同じものばかり買ってた。決まって〇〇なの。あんまり人気のあるものでもないから、変な人だなって思ってたわ。って答えてて、そのお店の〇〇が大好きな私は、大ショックだった。私が取り調べされた数日後に、よく似た名前、背格好の女が逮捕されたので、身の潔白は証明されたんだけど、もう、その食べ物屋さんには、当然行かなくなった。そしたら、スーパーで、店長にばったり会った時に、あら、お久しぶり。最近来てくれないじゃない。と、イケシャーシャーと言われて、一瞬で、頭に血が昇った。人を犯罪者扱いした挙句、オタクの不人気商品が好きだからって、異常者扱いする店なんかには行きません。みたいなことを、大声で怒鳴ってやった。それ以外は何もしなかったんだけど、妹が言うには、夕食の買い物時で、近所の人がたくさん目撃していたので、随分噂になったようだ。近所の人は、私に同情的だったので、その後、店長に対して、かなり当たりが強くなってて、それが原因かはわからないけど、翌年には店が潰れてた。